どこへ行っていた。この俺を待たせるとはどういうつもりだ。確かに会う約束などしていないが、そんなことは関係ない。俺が会いたい時に会うだけだ。待たせた罰だ。今からお前の体に印を刻んでやろう。首を出せ。いい眺めだ。この印を見るたび思い出せ。体、心、お前のすべてが俺のものだということをな。私は信長様に生涯を捧げると誓った身。死ぬことさえ厭いません。今もその気持ちは変わらないけれど、今日は戦場で刀を振るうたびにその気持ちが揺らいで、とても苦しかったのです。ここで命が尽きてしまえば、二度とあなたを抱きしめることができない。そう思えば思うほど苦しかった。でも気がついたのです。命を捧げるということは死ぬことだけが全てではないと。私はこの先も戦い続けます。信長様のため、そして愛しいあなたのために。信長様から甘いお菓子をいただきました。一緒に食べませんか？お、唇にお砂糖がついていますよ。僕が取ってあげますから動かないでください。驚いた顔も可愛いです。でもあなたは少し無防備すぎますよ。僕にとっては好都合ですけど、忘れないでくださいね。僕も一人の男だってこと。ああ、もう泣くなって。確かにちょっと無理しまったけどよ、これぐらいの怪我大したことねえから。お前に泣かれっと、どんな傷より痛えんだよ俺の心が。こうすりゃちょっと安心か。ってお前細すぎるぞ。抱きつぶしちまいそうだ。大丈夫だ。お前がここにいる限り俺はいつだってお前のとこに帰ってくる。だからな、笑ってくれ。お前の笑顔が一番の薬なんだからよ。なんだ、あんたか。はあ、せっかくいい気持ちで寝てんのに邪魔するんじゃねえよ。おい、俺のことを覗き込むのはいいが、顔を近づけすぎだ。口づけでもする気か。大胆だな。真っ赤じゃねえか。あんたは本当にからかいがいがあるよな。さて、俺はもう一回寝る。なんで引っ張るのかって。あんたも一緒に寝るからに決まってるだろ。話してやらねえよ。近づいてきたのはあんたの方だ。おとなしく俺に抱かれてろ。